市は行政区分の一つで、通常は人口が多く密集した自治体に当てられる。大密集地のために特別区など市と別の区分を設けることもある。行政上の区分としてあるかどうかに関かかわらず、人口密集地をより一般的に捉える場合には、都市ということが比較的多い。近世までの日本では、商工業者が住む人口密集地を 町、農民が住む集落を村として区分し、市という行政単位はなかった。明治時代になると、まず1878年、明治11年7月に軍区町村編成法が大きな人口密集地に区を置いた。ついで1888年、明治21年4月交付の姿勢によって、区に代わって市が置かれることになった。市勢は、町村制と同時に、 しかし別個の方として設置された。個々の市への実際の施行は1889年、明治22年4月が最初である。1947年、昭和22年に、地方自治法が制定されると、市町村はこの法律に従って置かれた。地方自治法では、市は都道府県に次ぐ規模の普通地方公共団体である。市となるべき。 普通地方公共団体の要件、市政要件は、地方自治法第8条に以下が示されている。だが一度、市になると、人口減少などにより、市の条件を満たせないようになっても、市のままでいることができる。まだ、日本で、市になった都市が、町村になったことはない。ただし、分立により町村になったケースはある。なお、市であっても広さや市街地の配置などによっては、 山間部や農村部が面積の大半を占めている場合もあり、必ずしも町村より人口密度が高いというわけではない。町村から市への移行手続きは地方自治法第7条に定められており、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事があらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得た上で、当該都道府県の議会の議決を経てれを定め、 直ちにその旨を総務大臣に届け出ることとなっている。町、村を市とする処分。しかし実際には、総務大臣との協議の際に、地方自治法第8条の施政要件のほか、施政施行協議基準、昭和28年3月9日付事を追発、第14号自治庁自治庁通知も満たすことが求められるため、多くの町村にとって施政への移行は容易なものではない。 市政への移行の例としては、東京都千代田区のように、特別区からの移行を目指しているものもある、千代田市構想。また、1995年、平成7年に改正された、市町村の合併の特例に関する法律、合併特例法など、市町村合併を促進する法整備がなされ、市町村合併の際における、市政要件が、人口3万人以上に緩和され、そ他の要件を満たす。 必要がなくなるなどしたため、町村合併により、市政を目指す例も多く見られた。なお、この合併特例法は2005年、平成17年3月に執行したが、4月からは、市町村の合併の特例等に関する法律が施行された。新しく、市となる、普通地方公共団体の名称については、以前は特に規定もなく、福岡県音楽郡若松町が、 旧市政のもとにおいて、市政施行する際には、福島県若松市、1899年、明治32年4月1日市政施行と重複は特に問題にならず、1914年、大正3年4月1日に、福岡県若松市、元北九州市若松区が成立した。しかし、東京都府中市、1954年、 昭和29年4月1日市政施行が、市政施行を申請した後に、広島県府中市が、1954年、昭和29年3月31日と1日、早い市政施行日を申請した事柄が問題化され、1954年、昭和29年7月1日に、埼玉県引郡松山町保か4、村が合併した際に市名として申請した松山市は、 愛媛県松山市との重複から認可されず、東松山市となった。また、同一名称市の最初の事例である、若松市でも先に、市政施行をした福島県若松市が周辺町村の、編入を機に1955年、昭和30年1月1日、会津若松市に改称した。こうしたことを踏まえ、1970年、昭和45年に、 各都道府県知事宛に出された地方自治法の一部を改正する法律の施行について昭和45年3月12日自治ぶり第32号という自治事務次官通知にて市の設置もしくは町を市とする処分を行う場合において当該処分により新たに市となる普通地方公共団体の名称については既存の市の名称と同一となりまたは 類似することとならないよう十分配慮すること、とされるようになった。これ以後、すでに存在する市の表記上の名称と同一の名称を使用することができないとされ、既存の市と同一名称の町が市政施行をする際には、方角等を頭に付す、北海道北広島市、埼玉県上福岡市、原富士見野市、東京都東山都市、山口県新南陽市、 原州南市など、旧国名や都道府県名、文名などの広域地名を付す。岩手県陸前高田市、茨城県日立大田市、日立大宮市、京都府京都田辺市、大阪府大阪狭山市、奈良県大和高田市、広島県秋田方市、大分県文後高田市など、地域を象徴する。名市等を後ろに付す。京都府長岡京市、福岡県大野城市など、旧国名にする。 大阪府摂津市三島町が、市政志向、高知県と佐市高岡町が、市政志向等、広域地名をそのまま使用する、福岡県やめし、福島町が、市政志向など、随所地名に変更する、埼玉県は講師山都町が、市政志向など、等、様々な方法で、市政志向にあたって、重複を避けている。しかし、 平成の大合併が行われる中で歴史的に共通した項目があるなどの合理的な理由によってすでに存在する市側が了承すれば同一の名称を使用することができるようになり福島県伊達郡伊達町ほか4町が申請した伊達市が北海道伊達市と同一名称であるにもかかわらず認められた2017年平成29年現在 同一名称の市としては前日の府中市と伊達市の二組が存在するのみとなっている。また、森山市と八幡市は、それぞれ愛知県と福岡県にあったが、いずれも合併で消滅した森山市名古屋市森山区、八幡市北九州市八幡区北九州市八幡西区、八幡東区ため、消滅後に市政施行した滋賀県森山市や京都府八幡市は、 支障なく死生死亡している。なお、字が違うが同じ読みの詩は、出水詩と泉市、泉、鹿島市と鹿島市、鹿島、江南市と江南市、江南、小賀市と小賀市、小賀、堺市と堺市、堺、桜市と桜市、津島市と津島市、津島、北都市と北斗市、北斗、三次市と三好市と三好市、三好山形市と山形市。 山形の十組が存在する。このうち鹿島市と三好市は、市政施行時に、既存の市、鹿島市、三好市と同一表記となることを避けるために、別の文字、板や座、平仮名を用いた例である。一定以上の規模や地域での役割を持つ市は、政令で指定されることによって、より多くの行政サービスを行う権限を持つ、特例市、中核市、政令指定都市に移行できる。 伝統的に中国では町のことを上司と呼ぶことはあったが、市という行政単位は存在せず、現行の姿勢は日本に習ったものである。1920年、広東省を掌握した陳慶明は同年12月に公衆資産工条例を交付し、翌年施行された。これが中国に死が置かれた初めである。1921年7月には女性省によって、 死実制が交付され、県のとに市と里が置かれた。国民革命後には、市組織法を制定し、直轄市と省の下に置かれる省轄市を置いた。中華人民共和国でも同様だったが、ただし、直轄市の数は減らされた。一部の市が、周辺の農村部を合併するなどして巨大化し、また一部の県が都会化して、市と変わらなくなってきた。百八十三年に、 昇格詩を地球詩と研究詩に分けた。現在の中国では直轄市、地球詩、研究詩の3つに詩が使われる。台湾の市は行政院直轄の直轄市、台湾省のもとに設置された昇格詩、台湾省の各県のもとに属する県轄詩の3種類がある。2015年現在、6つの直轄市、台北市、新北市、台中市、台南市、 高尾市、東園市、三つの昇葛市、キールン市、新築市、カヨシ市、十四の剣葛市、築北市、苗ぐり市、東峰市、昇華市、陰林市、南投市、都ク市、大野田持市、牧氏市、平東市、ギラン市、カレン市、大東市、マコ氏市が存在する。第二次世界大戦後の1946年に、ソウルが特別市として成立した。 朝鮮民主主義人民共和国と大韓民国の成立後、それぞれの国で府を市に改めた。大韓民国では1949年8月15日に、領土内の19の府をすべて市に改めた、海上市を含む。大韓民国では、日本と同様の基礎的自治体である一般市と、その中で人口が多い50万人以上の特定市、水原市など15市に、 が使われるこのほか、日本の都道府県に相当する、広域自治体である道の所属から独立し、同等の広域自治体として、自治を行うソウル特別市、清掃特別自治市、富山、テグ、仁川、広州、大田、ウルさんの6つの講師があり、これらは公式には、特別市、特別自治市、広域市を名乗る。ただし一般的には単に、ソウル市、清掃市、 不山市などと呼ぶことも多い。ベトナムの都市は、シロホ、THNHPH と呼ばれ、第1級には、中央直轄市、THNHPHTRC、トウックトラング NG、シロホジ家族中央として、第2級には、小直轄市、THNHPHTRC、トウック、TNH、シロホジ家族省として存在する。第2級には、他に、 thx と呼ばれる詩もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。